海ランドのインスタ映えスポット。うわー、あ、こっちは向いてくれないみたいです。前回ランドの映えスポット3位を第3位を紹介したんですけど、今回は C のインスタ映えスポットを紹介したいと思います。ロケ日一緒です。一緒です。行ってきます。ゴーゴー。ゴーです。ゴーらしいです。ゴースピントゥービギン。君はどんな風に楽しむ、回してみよう。だって決まるよ今日の楽しみ方が。どうぞ。いいんですか。うん、行こう。おお、どっち。あ、ジョークを。いや、真ん中よ。うわ、ど真ん中。どうするの。どうする。どうする。どうぞどうぞ。どうぞ。よいしょ。すごいすごい。よい、イエーイ。もしみんないんかい。はい、 C はメガネにしようと思います。じゃーん、かわいい。どれにしよう。あ、これ誰かつけてたな。はい、C の仮装これにしました。サングラスでいきたいと思います。スケスケだけど、なんかミッキーじゃなく見えてきたらさ、あ、こういうおじさんいない。こうやってポッて上げてる。これ2個ある人みたい。ここめっちゃ肌綺麗に見えるね。ベネチアの街並みにやってまいりました。ゴンドラで行けるんだって。映えスポットはありますかな。え、乗りたい、ね、乗ったらいっぱい撮れそう。ここで撮ってみたいと思います。すごい、この辺初めて来たんですけど、めっちゃいい感じです。ゴンドラとかあるの初めて来た。あ、リウム知らなかった。おしゃれー。私はないのよ。で、なんか言ってます。ユキラ日本語おかしいの。このサングラスさ、すごい観光客感出ない？出る。中国のおしゃれなインスタグラマーの。よくよく見るとミッキーっていう。中国のインスタグラマーさ、みんなおしゃれ。髪の毛ボタボタすぎない？ボタボタ。ボサボサだよ。ウティのとこ行きます。ウッティ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 。うわ、うわ、びっくりした。え、そこじゃなかった。やだ。ちょっとビビってる。この辺から撮ったら一緒に見始める。巨大だよ。ちょっとチビたちを連れてるみたいな。ちょっと遠い。初めて来たよ。船。船に来ましたね。ちょっと面白いじゃん。あれ、カメ。カメ。落ちるんちゃう。大丈夫ね。手前に落ちてきそうだ。すごい。カメラは。ああ、そういうことですね。さすがですね、ゆきらさん。ありがとうございます。大好きなマーメイドラグーンにやってまいりました。かわいい。見つけらんないけど、あ、いたー。かわいい。すごい。かわいい。
こへ行こう。にしまーす。あ、いい感じ。王子様のとこですね。隠れミッキーの隠れ。ほら、これがプーさんで、顔、耳。これがミッキーの顔、耳。プーさんは？これ、顔と耳らしい。はい、ディズニーシー回り終わりました。じゃん。はい、こんな感じでインスタ映えスポット、またいくつか撮ったので、その中で第3位をピックアップして、ランキングにしたいと思います。皆さん楽しみにしててください。見てね。見てね。はい、前回のディズニーランドのランキングに引き続き、今回は C のランキングベスト3を発表したいと思います。たくさん映えるとこあったので結構迷ったんですけど、結構もう好みで選びました。 C はじゃあ早速発表したいと思います。ベスト3はこちらです。じゃん。これはディズニーシーっぽくはないんですけど、結構レトロな感じで可愛いなと思って、初めてねこの辺のエリアはC で行ったんですけど、めっちゃ可愛いです。なんかパリ、ロンドンみたいな感じの雰囲気で、ディズニーシー感はあんまり強くないけど、結構可愛いインスタ映えスポットだなと思ったので第3位にしました。はい、続いて第2位がこちらです。じゃん。マーメイドラグーンの前のやつです。これめっちゃ可愛いですね。私アリエルが昔から大好きなので、本当にお人形とかもたくさん持ってたし、バービー人形とかめっちゃコレクションしてたぐらい大好きなので、 C に行ったら必ずと言っていいほど行くマーメイドラグーンの前で撮りました。なんかマーメイドラグーンの中でもいろいろインスタ映えスポットあるんですけど、ここの場所がね私は好きなのでここの場所にしました。結構ね色合いとかも可愛いし、すごくインスタ映えだと思ったので第2位にしました。続いて第1位こちらです。じゃん。これは初めて見つけたスポットなんですけど、ちょうどなんだっけ、センターオブジアース、火山の部分が中心に映ってディズニーシーって感じがすごい出てるし、この階段のところにね2人で背中合わせて座るみたいな感じの撮り方が可愛いなと思って、これを第1位にしました。ここはたまたま前を通りかかった時に、その辺にいた人が撮っててすごく可愛いなって思ったので、ちょっと真似させていただきました。めちゃめちゃ可愛いです。この写真なんか待ち受け画面とかホーム画面とかすごいいいなと思って、ちょっと新しいインスタ映えスポットを見つけたので第1位にしました。はい、で前回に引き続きこれ以外にもね可愛い写真がいくつか撮れたので、それもこの後紹介したいと思います。ディズニーランドとディズニーシーのインスタ映えスポットをいくつか紹介したんですけど、完全自分なりのインスタ映えスポットなので、皆さんぜひおすすめのインスタ映えスポットがあったらコメントで教えてください。ありがとうございます。バイバーイ。何が出るのかわからない。バレた。あー、ルーフィー。バレたやつ。せーの、あ、ミッキー。スタッフが一緒でした。仲良しスタッフ。